皆さんこんにちは。一般社団法人動きのコツ協会島根県の理学療法士の石飛拓郎です。まずはじめに、この動画では字幕はございませんが、しっかりとご説明させていただきます。この動きのコツ動画チャンネルでは、あなたの症状に合わせた動画を作成しております。普段生活でこんな症状に困っていて、こんな動画があったらもっといいなというふうなリクエストがございましたら、下のコメント欄にコメントをしてみてください。では今回は、台所で、作業をしている時にちょっとした移動でですね、横歩きするのが怖いという方に対しての横歩きを楽にするためのコツの動画になります。先ほども説明しましたが、台所など、ちょっとした作業をするときに横歩きをする機会ってありますよね。しかし、麻痺側の足にうまく体重を乗せることができずに、いい方の足を横に出す動作をしたときに怖いというふうに感じる方もいるんじゃないでしょうか。そして、ちょっとした移動でをすることでも方向転換してまっすぐ向いて移動しているという方もですね、多いんじゃないでしょうか。この動きのコツでは、このような麻痺側の足にうまく体重が乗せれず、横歩きがバランスを取るのが難しい、怖いという、原因を筋力だったり麻痺の問題だけでは考えず、体の使い方、あと体の感覚がうまく感じ取れていないことが原因で、このようなことが起きているというふうに考えております。では今回のように、いい方の足を横に出す、その時の横歩きをするために、楽に麻痺側の足に体重を乗せるためのコツをご紹介します。そのポイントとは、足の裏の内側です。実際にですね、横歩きをするときに怖いというふうに感じている方の多くが、麻痺側の足に体重を乗せるときに、足の裏の外側、初めから足の裏の外側にこう体重が乗っているため、体重を移すときもそれ以上、外側以上体重を移すことができずに、そのまま出そうとすると、で、バランスを崩されるという方が多くおられます。ですので、今回大事なポイントとして、動かし始めですね、体重の乗せ始めに、足の裏の内側、足の裏の内側を意識しながら、麻痺側の足に体重を乗せてください。すると、どうでしょうか。最初に比べて、しっかりと体重が乗っている。で、麻痺側の足がしっかりしているから、いい方の足が軽くなって、そのままスッと横に足が出せそうな感じがしませんか。このように足の裏の内側を感じてもらって、楽に横歩きができたら大成功になります。今回ですね、この動画を実践される方は、手すりとか支えなど安全な環境でまずは実践してみてください。はい、今回この動画を見られていいなというふうに感じてられた方は、グッドボタンを押してみてください。今後動画を作る際に非常に励みになりますので、よろしくお願いします。そして今回動画を見たけどあまりわからなかったという方も安心してください。私たちはこのように無料電話相談を行っております。電話相談だけでも、変化を実感される方は多くおられますので、ぜひ、かけてみてください。